はい、こんにちは、スクーティアカメと申します。それでは、ヴァンガード X ですね。続きをやっていきたいと思います。前回皇帝に勝ちまして、今回また母校に行ってみようということになりましたんで、行ってみましょう。部長。カードファイト部復活すんのかな?しんみりしてますね。これで俺たちも終わりか。うん。シド君。ガラ。あ?シドウくん、しゆりさん。シドウ、お前よく戻ってこれたな。まあ、確かにね、イズルくんのせいちゃ、せいだからね。そうだ、お前のせいで俺たちは。くっ。土下座するか?よせ、部長。しかし、部長。シドウ。シドウ、何しに来た?すまねえ。その、悪かったな。素直に、謝りましたね、イズルくん。わざわざそんなことを言いに来たのか。けどよ、俺はお前らのヴァンガードを奪っちまった。奪うのは喧嘩だけだと思ってたのによ。お前の口からそんな言葉が出るとはな。ん?部を復活させる手がないわけではない。本当に?は?え?本当なの、お兄ちゃん。ああ、部を復活させるには、俺たちのことを公に認めさせればいい。本格的になんか、ラブライブとか、そういう感じになってきたよ。国の代表選手だけが出場できるヴァンガードの頂点を決める世界大会。ヴァンガードの頂点だと?各地で開催される予選大会を勝ち抜かなければ、日本代表を決めるトーナメント戦にすら出場できぬ狭き門。まさかお兄ちゃん。出るのか?そう、V1 グランプリだ。V1 グランプリ?じゃあこれからは V1 グランプリ編っていうことかな?部を復活させるためには V1 グランプリへ出場し、俺たちのことを認めてもらうしかない。お兄ちゃん。どの道俺は狙っている大会だ。その前に腕を磨いておいてください、部長。おっしゃ!上等だ!やってやる!指導くん。指導くん。俺が日本代表になって部も復活させてやる。おい。ならばその覚悟を今みんなの前で示してみろ。あ、じゃあ部長ってやんのかな。お前に俺が倒せるか。あ、俺とファイトだ、指導いずる。見せてやるぜ。面白い、望むところだ。いいね、やってやりましょう。あれ、はあ、うん。待てたのか、いずるくん。おい。強くなりたいなら振り落とされるなよ。まだだ。もう一回ファイトだ。まだ勝負は終わってねえぞ。代表トーナメントで待つ。くそ。俺はお前を超える。いいか、俺はてめえをぶち抜いて絶対 V1 の代表になってやるからな。頑張れ。見てやがれ、アイゼン・ソーマー。じゃあこれからは V1 グランプリ編ということでね、頑張っていってみましょう。トラベラーズへ。部長、勝負だ。うん。おい、ソーマ。部を復活させんのに V1 グランプリの代表になるのはいいけどよ。どうやったら出られんだよ。そうだな。そのことなら心配はいらん。うん。あ?って、これ、ただのグローブじゃねえか。こんなもんいいからよ。V1 グランプリの代表になる方法を。やれやれ。やれやれ、お前の場合は見た方が早そうだな。しゆり、そろそろ時間だ。しゆり、モニターをつけてくれ。うん。はーい。ん?なんか映像やってんのかな、中継みたいな。あ、出た、ウルトラレア。全国のヴァンガードファイト全国のヴァンガードファイターのみんな。いよいよ明日から V1 グランプリの代表トーナメントへの予選大会が始まるわよ、コーリンちゃん。みんな、ファイターズグローブ X の準備は OK かしら?ファイターズグローブ X、すごい名前ですね。グローブを手に入れて予選大会に参加しちゃおう、レッカちゃん。なるほど。マジかよ。お、これかってことは。うん。イズル君ももらえんのかな?予選大会の会場はヴァンガードスタジアムのある
この街全体だよ。街を歩いていて同じグローブをしているファイター同士がいると一定距離でグローブが認識して、すごいねグローブ。ファイトスタートファイトの結果やファイターの情報がグローブのチップにどんどん記録されるわ。なんかあの遊戯王のバトルシティよりもハイテクじゃない？予選期間中のファイト人数やその勝率から好成績だった人たちが晴れて決勝大会にライドよ。はあ、たくさんのファイターに勝ち続けて代表トーナメント出場を目指してね。なるほどな。じゃあもう街中でファイトファイトって感じかな。面白い。それなら早速この間の借りを返してやる。かかってきやがれ。ソーマーファイトだ。そこの君ちょっと待って。あ、レッカちゃんや。うん、聞こえてるわけねえよな。ん、ああそういうことか。モニターの中から引き止められたのね。そのグローブには君のホームとなるショップ情報も登録されているわ同じホームで登録したファイター同士では戦えないから注意してね。ホームはトラベラーズなのかなそれじゃあファイターのみんな決勝大会目指して頑張ろう。レッツバンガード、私たちも応援してます。はあはあはあ、はあ俺たち高校カードファイト部は無論このショップをホームに登録してある。じゃあダメなのか。うん、余計なことしやがって。しかしなんでそんなめんどくせえシステムに、まあずっとやっちゃうからじゃない。シドウくん、シドウくん、ヴァンガード甲子園は見てた？え、しおりさん、ヴァンガード甲子園って、うん、高校生だけが出られるヴァンガードの優勝校を決める大会よ。ちょっと前に開かれた第1回大会では愛知さんに甲斐さん、蓮さん、たくさんのすごいファイターたちが集まったことで国内だけじゃなく全世界からの注目を集める結果になったの。へえ。マジかよ。世界、うん、そう、今やヴァンガードは世界中で盛り上がってるのよ。V1 グランプリは言い換えれば全世界にあるショップのナンバーワンを決める対抗戦。じゃあキャピタルからも来るね。ちぇ、それで同じショップのファイター同士で戦い合っても意味ねえってわけかよ。うちのショップはキャピタルみたいに有名じゃないから普及のためにも頑張らないとね任せてください。しゆりさん、 Q4 来るぞ。絶対に俺が一番で予選を通過してみせますから。おい、だが忘れるなよ指導ん？これは俺たちカードファイト部を復活させるための戦いでもあるんだからな。あくまで個人戦ではないからね、そういう意味ではね。足りめだ。うん、うん、私もデッキを強化して頑張るからね、シドウくん。当然、誰が相手でも負けねえぜ。おい。お前、もしもの時の英語も大丈夫なんだろうな。ベリーマッチ。え？ V1 グランプリの予選大会には世界中のファイターが参加している。もしかしたら海の向こうのファイターとも戦うことになるかもしれんぞ。まあ、スタンドアップ、ヴァンガードが分かりゃ大丈夫だよ。お、おうよ、じゃなかった。イエス、イエス、マイヴァンガードだ。バカですね。やれやれだな。おいこら、そうま、てめえ、なんだかんだ打ち解けてはいるんだな、やっぱり。スタジアムに行ってみよう。スタジアム、どこ？あ、ここですね。レッカちゃんと戦うの。まあね、行ってみましょう。じゃあレッカちゃん、うわー、すごい熱気だな。すげえ盛り上がってんじゃねえか。こんなにいんの。ありがとう。みんな今日は V1 グランプリ開催記念イベントに来てくれてありがとう。うん、スイコー三輪くんは何、スイコーさん推しなの？あれは昨日画面に映っていた、もう森川くんのこの顔よ。コーリンちゃんつってんだろうな。楽しそうで何よりだよ。今日は私たちとファイトをしましょう。今日のファイトは勝っても負けても戦績アップよ。ほーん、じゃあ負けてもいいな。コーリンちゃんもうハイテンションだねみんな楽しんでいってね。君たち体は3つしかないからね。そうか、シンゴくんはレッカちゃん推しなのか。マジかよ。つうか、こんなに人気のあるアイドルだったのかよ。レッカちゃん
楽しんでんな。みんなエンジョイしてますね。はあ、面白そうじゃねえか。アイドルが相手でも俺は負けねえからな。絶対勝つ。レンカちゃん、もう怖いよ。シンゴくん落ち着け。てめえ、レッカレッカうるせえぞ。顔が怖いよ。ええ、お前はおかっぱ。黙らっしゃい。いい加減覚えるのです。私はコモイシンゴなのです。はい、知ってます。シドウくん、こんなところどういうことなのです。いや、私たちの聖地に何しに行ったのです。ちょうどいい、お前のホームはキャピタンだったな。やろうぜ。俺とファイトしろ。アイドルと合わせて2ポイントゲットしてやるぜ。お断りなのです。 V1 グランプリ代表トーナメントに向けファイト運を授かるためにも、最初の相手はウルトラレアのレッカちゃんと決めているのです。気持ち悪いですね。ウルトラレア、まさかそんなレアカードがあるとは。それじゃなのです。違うのです。ウルトラレアは V1 グランプリの公式アイドルで、大会を盛り上げるために活動している3人組ユニットの名称なのです。もちろんなのです。その中でも私の推しはレッカちゃんなのです。まあ可愛いけどね。俺はスイコ。俺はもちろんコーリンちゃん一筋だぜ。こいつらは。イズル君呆れてますね。なんなのです。はいはい、アイドルにうつつを抜かすとは。君たちはそれでもヴァンガードファイターかね。まあね、イズル君にはしおりちゃんがいますから、やっぱアイドルとかよりもね、素人の方がいいです。ん、お前こそアイドルだからって甘く見てると痛い目見るぜ。だよな。だな。おいこら。んだと。そうなのです。シドウ君もファイトすればきっとわかるのです。ウルトラレアの持つ魅力に。魅力ね。次の方。そんな感じで呼ばれんの。はっ、イズル君の番ですね。うんうん、次の相手は君だね。ウルトラ、私は竜成烈火、よろしくね。竜成烈火、ヴァンガードアイドルユニットウルトラレアの一員。一番年下だが熱くなった降臨をたしなめる大人な一面も。はあ、ん、くどうしたの。どうした。もしやシドウ君、烈火ちゃんのあまりの可愛さに緊張で固まっているのでは。図星。図星なのか。そんなんじゃねえ。やろうぜ。行くぞ、レッカーさん。さん付けだな。レッカちゃんって何使うんだろう。どのデッキを使うんだ。まあ、とりあえずオラクルで行きますけど、そろそろね、別のデッキも作ろうかなと思ってるんですよね。じゃあじゃんけんグーで。アイコですね。またグー。アイコですね。グー。勝ちましたね。おお、珍しい。さあどうしようかな。とりあえずこの辺を戻してグレード1が欲しい。やべえ、グレード1ない。ちょっと、おい、 G アシスト何。はい、手札を公開しました。はい、手札に加える対象グレード1になれるってこと。なります。このカードを手札に加えます。助かったぜ。その代わり、あ、アマテラスもいるね。じゃあライド。ん、あ、ドローフェーズか。まだ除外する対象。とりあえず、え、どうしよう。トリガー残しておきたいんだよな。この子でいいや。しょうがない。ん、はい、あと1枚、2枚除外すんの。じゃあもうこれしかないですね。とりあえずまあグレード1には慣れたから、ライド事故はなんなかったけど、あ、まあまあいいや。ただ先行なんでね、何やってもしょうがないから、これでエンドでいいです。はい、次何それ。あ、ネオネクタール使ってくんの。植物をね、なんかあのイメージしたクランなんで、どんどんなんか増殖してくんじゃないですかこれ。まあノーガードでいいですよ。もうトリガー、あ、違う、ノーガード。はい、ダメージチェック。やばいぜやばいぜ。もう3点入っちゃう。
こんでここでトリガーでしょ。あ、トリガー来ないの。どうした。どうしようかな。まあライブランなるしかないとして、8000、これちょっと出して、あ、これは順番置くだけか。はい、クリティカルトリガー上だな。で2点食らってもらって、いや、あえて全部バンガード行こう。殴ります。ノーガードでしょ最初は。ただこれでトリガー引かれるかもしんない。大丈夫か。オッケー、ノーガードだよね。じゃあこれで3対3ですね。オッケー、いいよ。はいはい、さあ、ごめんね。オッケー、いいよ。もう一枚クリティカル引いちゃおう。ダメージチェック。はい。いいね、危なかったな、なんか。さあ、とりあえずトリガーを2枚潰してやったぞ。じゃあ、これでターンエンドですね。はい。かわいいね、キュンキュンライド。はあ。はあ。あ、パワーアップしやがったな。はあ、何やってる。グレードゼロ多くない、そんないっぱいいんの。何やってんの、何やってんの、強くない、何やってんの。おいおいおい、これは食らうよ。その後全力で止めよう。じゃあトリガー来ないな、マジで。1万5000か。とりあえず止めたいな。これでトリガー引かれても1万だから大丈夫だから、まあヒールトリガーでガードしましょう。来ないね。グレード3が手札に加わったの、なんかトマトマンみたいな。これは止めたいけど、あえて食らうか。もうガードできないですもんね。強いんじゃね。でも負けてもポイント入るって言ってたから、マジで今回トリガー来なくないか。ドロー、うーわ、まあ、アマテラスにナリーの完全ガードをいただいて、しょうがないよな、この子を下げて。でもグレード0のあいつ潰しといた方がいいかな。前でいいや。でアマテラスの効果、はい、発動です。またクリティカルだよ。これはもう下でいいです。で一応パワーアップして、じゃあまずはリアガードから、バンガードにアタック。あ、ノーガードなの。ってことはアマテラス止められんじゃない。またクリティカルですね。あえて止めてこないんじゃない？ってことはガードしてくるかな。 X リフト、お、来るかな。ただ、あ、3万か。どうしよう、2枚来ると信じて行ってみようかな、あえて。はい、もう1枚、トリガーあんま来てないから来るかもしんない。頼む、よーし、読み勝ったぞ。読み勝ったっていうか運が良かっただけだけど、上回ったからヒールトリガー引かれなければいける。1枚目でヒールトリガーだったらいいよ。5点だからこっち、はい、次でヒール引かれなければいける。オッケー、勝ちましたね。よっしゃ、危なかった。よくあそこから勝ったな。オッケー、ポイント貯まったから新しいなんかあのトライアルデッキでも買おうかな。驚いた、君強いんだね。たまたまですよ、覚えておいてください、レッカさん。
俺は V1 グランプリ代表になる男、シドイズルです。お調子者ですね。やれやれなのです。ミイラ取りがみんなになったのです。頑張ろう。シドウ君か、頑張ってね。あのレッカさん、どうした？何抱きつこうとしてんだ。しゃあ、サインまでもらっちまったぜ。ミーハーだな君は。いかん。俺にはしおりさんという心に誓った人が。本当に君はどうすればいいんだ。年頃の男の子ですからね。まあさあ、レッカちゃんのデッキはまあいらないとして、なんかいるなあそこ。とりあえずショップ行きましょう、キャピタルに。へい、シンさん、今回はパックじゃないんだ。いらっしゃい。なんかもうね、ずっとどれにします？オラクルばっかり使ってるんで、そろそろね、アクセルとかフォースのデッキ持ってても面白いんじゃないかなと思うんで、どうしようかな。フォースだったら作るのはジェネシスかなと思うんですけど、あのディアクロニクルもね、おすすめいただいたんですけど、なんかジェネシスの方がね、ワンパンで終わらせるのが目的らしいんで、そんなに難しくないのかなと。ただ今回は僕はあのペイルムーンをね使いたいです。ニトロジャグラーが入ってんな。何が入ってんのこれ。あの昔ね、ナイトメアドールアリス軸使ってまして、これスタンドじゃないんだよね、フロントトリガーなんだよね。まあもうわかんないけど、これでいこうかな。トラピジストとかはないよね。ミッドナイトバニーあったな。知らない。エンタイヤモンティ、バーバラスキメラ、知らない。知らないカードばっかだけど、とりあえずペール買います。できればね、店員アーチャーの時に買いたかったんだけど、まあシンさんだけでいいや。でまだ VP あるんで、パックもね買ってみましょう。これどれがいいんだろう。ペイル、ペイル、あ、なくない？このお店にはペイルオンリーのやつはないのかな。ちょっと他の店行きます。じゃあまたのお越しを。ちょっとね、時間結構長くなってると思うんですけど、新しいデッキを組むっていう意味でもね。どこに売ってんだろう。トラベラーズにペイルムーンあります。しおりさん、いらっしゃい。来ましたよ。どれにします？パックを。あ、ペイルもありますね。66枚もあるのか。結構種類あんな。ディアクロニクルは、あ、本当だ、カード少ないんだな。とりあえずじゃあこのパックを。かわいいですね。1パックください。なんか出るかもしんない。パック向かなきゃ終われないからな。さあ何が出るかな。はいはい、なんか見覚えのあるカードが出てくれると。あ、ルキエだ。ルキエ使ってましたね。はい、うーん、なるほど。12000、あなたのターン中このターンにあなたがソウルから2枚以上コールしてるなら、このユニットのパワープラス1万。はあ、手札を1枚捨てることでシルバーソーンを含むソウルを望む枚数リアガードにコールし、そのターン中あなたの前列のリアガードすべてプラス3000か。はあ、なるほど。どうしようかな。これ今回リミットブレイクっていう概念ないのかな。まあちょっとね、じゃあデッキいじってきます。はい、というわけでデッキをね作ってみました。まあカードが少なすぎるんで、ほとんどトライアルデッキのまんまです。一応ね、さっき出たルティエを1枚入れまして、この子ね見たことないなと思ったら完全ガードですね。ただどうせだったらね、女の子の完全ガードが良かったんで、こっちを1枚入れました。まあ一応これでアクセルのデッキとしてね、たまに使っていこうとは思うんですけど、このドロートリガーのね完全ガード欲しいな。まあこれからはちょっとペイルのねパックも買って、少しずつ強化していきたいと思います。というわけで今回このぐらいにして、次回ですね、このトラベラーズの隣でなんかメインがありましたんで、そっちを進めていきたいと思います。というわけで、ここまでご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。